今夜の特集はこちら。今年の映画、今年のうちに2012年シネマ大掃除スペシャル。嫌ですね、嫌ですね、こういうおどけた AM 完璧シャッ、嫌ですね。はい、ということでね、当番組の看板コーナー無差別映画評論コーナー雑誌のマスラね、今週もねうっかり40分超えして、先ほどね、ディスコ954ゲストエドボールさんに1000円を払うの儀、やらせていただきましたけど、シネマスラ、毎週サイコロを振って、映画をね決めてるわけですけど、このシステム上どうしてもですね、これ本当イカ様とかしてませんから、町山さんにはね、たまにはイカサマしたっていいんだよなんですよね。いや、それするとやっぱりね筋がずれちゃいますから、イカサマできないですからね。要はサイコロに当たらないと、シネマハスラーで扱えないというこのシステム上、結構ビッグネームとか、これ結構今年重要作なんじゃないの、よきにつけ足につけというね、のがですね結構こぼれちゃってると。でこれがその来週シネマランキングやるにあたってですね、当然入っていないわけですけど、見てるよと。俺だってダークナイトライジング見てるよそういうのはあるわけですよね。なので、そのちょっとこう取りこぼし分というかね、落ち穂広いといいますか、大掃除ですよね。キングギドラ風にね、今後ろで流れてますけど、キングギドラ風に言うなら大掃除ねえ、ちょっと皆さん若干感じてらっしゃるのは、私の喋りがね若干雑だというね感じ受けられるかもしれませんけど、これはその当然なんです。シネマハスラーね、一作品にこう集約して1週間こうやってもう勉強して下調べしてボーン出すわけじゃないですか。で30分かけてじゃないですか。今回システムとしてですね、2008年以来の企画ですけど、2008年もそうなんですけど、くじ方式というかね、こう今ボックスがありまして、でこうパッと引いたものをこうやるという方式なので、何が来るか分かりませんし、準備っつってもその限界があるわけです。しかも見たのも結構前だったりしますよね。いちいち私シネマハスラーやるもの以外はメモなんか取ってませんから、今さっきね本番始まる瞬間にねちょっと取ったノートで、こちら今ねちょっと向かいにいる構成作家古川光さんに違いを見せますけど、はい、これ、いつものシネマハスラーノート、この3つどれです。黒くてびっしり入ってますね。はい、じゃあちょっとシネマ大掃除スペシャル用にちょっとメモしとくかな、これですなんとびっくりの1ページしかも8行ぐらいですねあれこういうことなんですよ。これ以上俺に期待すんなってことなんですよね俺に期待すんじゃねえ。棚田さんのあれですよ、赤い文化住宅の初子でも塩谷俊さんが言ってましたよ。お兄ちゃんが俺に期待すんじゃねえって言ってましたよ。そういうことなんですよね。このくだり長いなと思われたでしょ。要はこれはシネマハスラーというよりもどっちかというと映画だまなしシリーズの系譜だと思っていただきたいんですね。だからその薄いだとか、やれあれ言ってないこれ言ってないだって言われても本当知らないし責任とか取れないしみたいな。あれですよ、時々僕オープニングトークでやる才能目に入んなかったけどこんな映画見てきましたよっていうぼんやりしたおじさんのさ、出口調査感想コーナーあるじゃないですか。今までだとミッションインポッシブルのね4とか、神海とかね、ペントハウスとかね、よかったよなんつって、なんとかに出てたなんとかのあれがなんとかだあいつだよ、あれよかったよね、あんな役やるんだねなんて言ってたじゃないですか。その感じですよ。そんな感じなのでね、はい、お送りしたいと思います。とはいえもうこの企画2008年以来の復活企画ですからね、私の目の前に今ですね、いろんなね今年公開されたさまざまな映画のですね、なんていうんですかね、チラシとかを切り張りしたですね、これ凝ってますね、貼ったボックスがあるわけですね。いわゆるそのなんていうんですかね、くじというかくじを引く用のボックスですかね。でこの中に皆さんのメールが入っております。皆さんに歌丸にこの映画の感想を聞きたいというね、事前に募ってあるメールが大量に入っております。で私がこれを手を突っ込んで、どれを取るか分かりませんけど取ったものから語っていくという、スタイルになっております。で、2008年の時はですね、これ3分間時間制限で、で3分経ったところで瀬野陳さんね、番組のアドバイザー瀬野陳さんが横でこうチーンで、その間ずっとね「インディ・ジョーンズね」っつってね「いやねえ」なんつって冷蔵庫で防げるもんですからね、核爆発ねなんつってね、そんな話しましたけど、今回システム的にはですね、私が一通りもこの映画に関しては言うたなと、言い切ったなとっていうか、これ以上はこの映画に関して今の俺からは何も出てこないなというところまで行ったところではい、行こうかなという。私のもう自分の塩梅ですから、もう即座にもうダークナイトライジング、こういうパターンもありますからね。あと当然これ皆さんが見てくれ見てくれってね、やれ見てくれ感想言えだなんだ、もうなんていうんですか、もう別れないでみたいな感じでまとわりついてくるお前らの感想メール、いやらしい感想メール、いくらもらってもね、これはね、見てないもんは見てないですから、なんとなくで語るっていうのですか、傍から聞いてるイメージで要するになぜ見てないか、なぜそれほどのその話題作を見てないかといえばみたいなモチベーションが湧かなかった理由、モチベーションが湧かなかった理由、こいつの評価が低かったからそこに流されたとか、そういう件はどうですかこれね。はい、ということで映画「ダバナ」シリーズですけどね、今年と同時にですね、今年の来週のシネマランキングに備えて、扱ってない映画も多いですから、今年のなんか映画界みたいなのをざっと振り返るようなね感じになればいいんじゃないかなと、前置きが長くなりましたが、はい、行ってみたいと思います。ということでもういいですかね、前置きは言っておくべきことはこれ以上ですか。やんなきゃダメですか、もうやんなきゃいけませんか、この中に手を突っ込まなきゃいけません。これ映画フラッシュゴードンの中で中にこう変な奇怪な生物がいるこう岩の中に手を突っ込む勇気を試すね儀式が出てきますけどね私今その気分ですからねこれね。はい、じゃあ、一応振ってね、はい、いきましょう。今年の映画、今年のうち2012年シネマ大掃除スペシャル、じゃあ一発目、私引かせていただきます。さあどれが来るかな。でもまあ最低限ね、例えばみんなダークナイトライジングを当てろとかあるんでしょうからね。はい、来た。一発目、一発目はラジオネームキリさん。私が歌丸さんに語って、いきなりめんどくせえなくちゃったな。私が歌丸さんに語ってほしいのはそのシオン監督希望の国です。原発の有無については置いておいて構わないので、震災後の映画としてどうなのかということについて語ってもらいたいです。綺麗事を見たいわけではないけれど、あれで希望の国というのはどういった解釈をすればいいのかわからないので、歌丸さんの意見を聞きたいです。よろしくお願いします。それではスタートの時も叩こうか。スタート。はい、希望、めんどくさいの来ちゃったねおい。これ実は私これ希望の国見てます。残念ながら、残念ながら、違う、なんでこんなめんどくさいめんどくさいかっていうと、でもね、僕秘水ね、シネマハスラー今年ですからね、秘水はで、まあいいよそんなことはさあれやった時に中で要するにその震災後の瓦礫の光景がフィーチャリングされて、要するに震災後の話というふうにちょっとこう語り直されて作られてる映画でしたよね。あれはね、元の原作の漫画に比べると。でそれに関して別にこういうことをするなとは言わないけども、ちょっとその入れ方が効果的ではないのではないかと。でもっと言うならば、そのシオン監督が本当にその震災以降というものに向き合うんだとしたら、これはすごく今やんなきゃって気持ちにせき立てられてやった暫定的な表現という感じがすごくすると。おそらく自作こそがそういう意味での勝負というか、そのさんの本当に作りたかったその震災以降の作品ということになるのではないでしょうかというシネマハスラーの中での、発言があったと思うんですけど、希望の国見た人誰もがね、もうその通りだったじゃないかというふうにね思ったと思うんですね。そこでは僕的にはだからもうほーらみたいな思いました。でとりあえずその秘密といい希望の国といい、その震災以降のそのさんの作品にすごく思うのは、そのさんの本質的な本当生真面目な人だなという、本当に生真面目だなという、特に希望の国は真面目だなというふうに、これはねでもちょっと良くも悪くもかもしれません。というような感想をいただきました。でドラマというかですね、その映画としてすごく見応えもあるし、例えば特にそのあれですね、神楽坂さんが今ね現奥様となった神楽坂さんが村淳とその夫婦で、その奥さんの方がその妊娠してるわけですよね。でそのちょっと避難する疎開避難するわけですけど、放射能を避けて、その先でもどんどんその放射能のあれにこう過敏になっちゃって、傍から見るとちょっと蒸気を逸した、放射能ガード生活を始めるわけですよ。はい、もうそのくだりなんかはもう猛烈に面白かったですし、あとやっぱり夏柳勇さんとね、大谷直子さんでいいのかな、夫婦ね。この感じですよ、この感じ。さすが特にやっぱ夏柳勇さんの存在によってすごくこう話というかね、映画として重みが出てるなというふうには思いました。けどそうですね、その中盤のすごくこう要はそのさんのとんがった部分とかある種意地悪な部分みたいなのが出てるその奥さんの、がちょっとこう神経症的にちょっと強迫的になってっちゃうっていうところからすると、なんつうのかな、やっぱその真面目にまとめた結果なのかしんないですけど、なんかそのこれだっていう感じが僕はちょっとそこまでいかなかったですよね。例えばそのそうだな、死ぬことあるかとか思ったりとかね、どうしてもしちゃったんですよね。これでそのどうにも袋をこう、でもそのまあもちろん商売がいけなくなって、もちろんその震災の後その被災地の方がですね、自ら命を絶たれたりっていう痛ましい話実際にあるから、あれだってもちろん本当の話だと思うけど、なんかそのなんていうのかな、ちょっとこう、まあすいません、ちょっと考えがちょっとうまく出ませんけど、この着地でいいのか感がね、すごく思っちゃいました。すごく真面目にその孫さん的に突き詰められた結果なんだろうけど、なんか終わってからなんか途中のなんかこう面白いなと思ってた感じがなんかすごく釈然としない感じに僕的にはなりましたけどね。なんかちょっとすいませんね、ぼんやりしたから。こういうコーナーなんですよ、こういうコーナーなんですよ、すいませんね。はい、いつもはこれを1週間考え抜いてやってるんで申し訳ございませんね。殺せば殺せね、でも僕はやっぱ秘密よりはずっと見応えもあるし、映画としてもやっぱり納得度が高いというか、面白い映画になってたんじゃないかなというふうに思いますぐらいで勘弁してもらっていいですか。はい、結構見たのもね前なんでね。はい、はい、あ、これもう俺が自分の塩梅で叩きゃいいんだもんな、これな、うん、そうかそうか、苦しいなと思ったら叩きゃいいんだもんな、これな、うん、はいはいはい、ということですよ。はい、そのシオン監督「着物くん」に関してはこんな感じでございます。はい、じゃあ次ここが、はいはいはい。でもちょっとあれだな、今のな。よしよし、じゃあ次のね、次の箱に今手を突っ込んでおります。次に出しますよ。じゃあこの辺でいこうかな。ポチョン。はい、来た、ポチョン。ラジオネーム三角締めさん、はい、出ました。ですね。歌丸師匠こんばんは。今年は今のところ新作映画を202本見てるんですか。三角締めさんすごいですね。私の中ではベスト3をポエトリー、アグネスの歌ね、イーチャンドン、となる人、これドキュメンタリーですね、エクステンバブルズ2、の3本の中で決めあぐねている状況だったりします。この3本っていうのもすごいですけどね。同じ価値基準を持った人間が上げる、少なくとも上の2位はともかく、そこにエクスペンダブルズ2っていうのは、まあそれが三角締めさんだってことかもしれませんけどね。とりあえず3本とも見てるだろう、視聴の感想を期待です。そして嘘でもよいのでバンダムを褒めてあげてください。これ3本いけってことか、これってことですかね。しかもこの3本がどれもシネマハスラーでは当たっていないということですからね、うん、それでは三角締めさんリクエストのポエトリーアグネスの歌となる人、エクスペンダブルズ2いってみましょう。はい、すごいさ、エクスペンダブルズ2からいっていいですか。バンダムを褒めてあげてくださいの件、バンダム良かったです。これ中でもちょろっと言いましたけどね、バンダムが今回要するに悪役として出るんですけど、エクスペンダブル2は要するに、まあ、特にその監督がサイモン・ウェストに変わったことで、まあどうなんだってとこもちょっと増えた気もしますけど、悪役に関してはやっぱ前回ね、ちょっとね、悪役弱えんじゃねえかとかね、ありましたけど、いろいろ今回のそのバンダムの悪役っぷりは素晴らしかったんじゃないでしょうか。例えば前半でですね、若手のね、あいつがスナイパーみたいなやつがちょっとねあれされちゃうところ、そのあれされちゃうところでバンダムがちゃんとバンダムではなくてはならない、バンダムならこれだというやり方でちゃんとこうある悪逆なね、行為をすると、これなんかやっぱそのいいですよね、おおってなりますし、そしてクライマックスでの、あいつですよね、バーニーね、スタローン演じるバーニーさんと、まあ、一騎打ちの対決、あれなんかもうちゃんとこうなんていうんですかね、あれこそウィンウィンですよね、うん、悪役だけどバンダムもちゃんと美味しいウィンウィンの出方になってて、エクスペンダブル2で何が良かったかって聞かれたら、俺はバンダムが良かったって、別に三角締めさんに言われたからじゃなくて、最初に言ってますという感じだと思いますね。まあエクスペンダブル、まあいいんじゃん、エクスペンダブル2。あとその前回のさ、揃い踏みって割にはその揃い踏み感がそんなになくね感も今回は多少ね、解消されてましたしね。シュワルツェネッガーの非現役感たるやっていうちょっとありましたけどね、うん、どこに向かって打ってるか分かんねえやとかいろいろありましたけど、うん、前作に足りなかった部分が盛られてるとこもあったし、僕は大満足でしたけどね、うん、はい、というのがエクスペンダブル2。はい、じゃあ下からいこうかな。となる人、ドキュメンタリーね、これ要するにその、いろんな事情で親御さんが直接その育てられない子供たちをまあ預かって、養育してるまあ養護施設というかで、このシステムとして要するに担当の要するに完全に親代わりです、文字通り親代わりの担当の人がずっとついて、やると。でこれはそのこの、委員を運営されているその方の理論なんですよね。要するに人間というのは、まあ、普通はそれが親っていうのがその役割をするんだけど、この人の用語でいうとなる人という要するに自分のことを無条件で受け入れてくれる揺るぎない存在みたいなものを人間というのは成長過程でその、必要とするのだと。でそれを世の中にはそういう人がいるのだと。要するに自分の中にそのとなる人というのを内在化できればという言い方をされてましたけど、世の中に自分を受け入れてくれる人がいるのだということをちゃんと自分の中で、定着できれば、その後はその子は一人で生きていくこともできるんだというような理論なんですね、これね。でその中での、まあ、ドキュメンタリーなんで、8年間にわたってこの監督がこう密着して撮られたというあれで、僕はこれはコメントも寄せてますけど、コメントの中でも言ってるんですけどね、要するにその恵まれない子供たちのかわいそうな話ではなくて、見てるうちに何が思い起こされるかというと、あ、俺もう記憶には残ってないけど、こういう段階があったんだと。つまり例えば母親っていうのをもう無条件で求めてやまない時期というか、というのがあって、でだからその今はもうそれを無意識化ね、自分の中ではそれもうその意識してないぐらいにその内面化できちゃってるから、自分はすくすく育ちましたけど、すっかり一人で大人になった気でいるけどっていうふうにねコメントで書いたけど、一人じゃって大きくなったわけじゃなかったんだっていうのを改めてこう思い起こされたわけですよ。だからそういう意味では非常に普遍的な人が育つということ、育ててもらうということみたいなことをきっちり捉えた作品でもあるし、でまたこの中でねその捉える瞬間ってまた神瞬間がね、ドキュメンタリーにおける神瞬間いっぱいあって、僕が本当グッときたのは例えばね中盤で。それでもやっぱりその限られた予算の中でやりくりとかね、まあ、しているんでしょうから、どうしても部署替えをしなきゃいけない時とか出てくると。つまりでもその子にとってみれば、要は親から文字通り引き剥がされるという体験をしなきゃいけないわけですよ。ずっと担当してた人が離れなきゃいけない。だから要は親から置いてかれるっていう、まさにそのままのことがこうわーってその子にとってはで、別れなきゃいけないって朝にわーってこう泣きわめいて嫌がるわけです。もうそこを見てるだけでもうたまんないって感じになるんだけど、それを見ていたそのメインでずっと追っかけてる子がいるわけですね、その女の子は。でその子は最初はものすごいそのカメラマンに対しても口が悪いし、ちょっとなんか荒れてるんですよ、やっぱはっきり。でその、わーってその女の子が泣くのとかもちょっと冷ややかにこう見つめて、ちょっとこう突き放したことを言ったりするわけですよ。でもそのメインの子がその夜ですね、何してるかっていうと、ノートを開いて自分の担当のその自分にとってのそのとなる人であるその担当の人の名前をこうやって書いて、大好き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 ってこう、つまり自分の中でのとなる人も揺らぐかもしれないというのをちょっと予感してるから、こうずっと大好き大好き大好きって、もうそのノートの文面がこう見えたと、うわーって。で一方でそれとこう兄弟のように育ってるその同じ担当の人、要するに一種その親代わりを取り合う関係のその女の子は、その担当の人のその、いつも寝てる布団の中に入って、これが世界で一番いい匂いだっつってこうやってこう書いてるわけですよ。もうこれもう今言ってるだけでもうっていうね、そういう瞬間がある。ちなみにその引き剥がされるのにわーって泣き下げる場面はものすごくかわいそうな場面、とってももうなんとかしかもその引き離される側の人はですね、担当でやむなく離されるけど、もし彼女がどうしてもこの後の担当の人に懐かないようだったら、自分が引き取って育ててもいいって、養子にしてもいいとまで言うんですよ。もうすごいんです、その彼女たちの覚悟っていうのが。はいでっていうで、その泣き返されて泣く子も場面はすごい悲惨なんだけど、同時にその子の中でその理論でいうとなる人っていうのが本当に確実に実は形を成し始めていたからこそそうなるというかね、ただの担当じゃなくなっていたってことですよね。だから逆説的にこの理論っていうのがやっぱり正しいのかもしれないと思わされる、作品でした。で一方ではでもこういう福祉、特にその子供のねその育てる過程っていうのは、要はお金をポンと投げましたとか、そういうなんていうのかな、システムだけ整えればどうこうっていうもんじゃ福祉ってやっぱり本質的ないのかもなというふうにも思いましたね。要するにこの育てる皆さんのもう本当に人生を賭した献身がないと、でもやっぱ人を育てるってやっぱそういうことだもあるよなみたいなね。だからちょっとこうここは施設としていいけど、ここの環境を得られない大半のね、そのまあなんていうか、その親に育ててもらえない子はどうすんのかみたいなのもちょっと思ってしまったりもしましたが、というね、これ素晴らしかったです、なる人ね。はい、これおすすめでしたね。はい、あとポエトリーアグネスの歌ね、多いんで三角締めさん、これさお腹いっぱいですよこれ。イチャンドン新作、これはもうだってさ悪かろうわけがないじゃないですか。イチャンドン、シネマハスラー的には本当にこう因縁深いというか、シネマハスラーまだ今ほどあれですよね、一本たくのやるにあたってじゃあ全部こう調べてみたいなまだやってない頃にシークレットサンシャインってね当たって、で僕その頃そんな韓国映画詳しくないですって言ってみたけど、いきなりそれ僕ベストワンに選ぶぐらいやっぱガツンとられて、それの次が今回のポエトリーですけど、まあなんていうんですかね、ある種地味さ加減って意味ではどんどんイチャンドンって作品が地味になってるんですよ。でシークレットサンシャイン以上になんていうのかね、面白いですよっていう突出した部分を作るのは下品だと言わんばかりに、いよいよ淡々とした作りになってるんだけど、まあ、今回もまあ要するに非常な主人公登場人物に対する追い込みとかもありつつ、これ僕今回はね一番グッときたのは、要は主人公のおばあさんがいるんですけど、まあ、要するに半分ちょっとねちょっと痴呆症なりかけの方なんですけど、要は詩を書き始めると。でその詩を書き始めるという行為で世界に対して自分の意識を開いて、いろんなことの感覚に対して鋭敏になったがゆえに、今まで感じなかったこの世の痛みとか苦しみとかを鋭敏に感じるようになってしまうという、このアイロニーというべきかですね、この皮肉さ、それでも最後に彼女が生み出すものというのをね、なんかこう、まあ、実際にその詩を書いたりとかしている仕事の人間としてもですね思うところありましたし、きついこときつい話考えんなというね、ちなみに高知戦ね見た方であれば、高知戦に出てきたあの少年がね、あの青年がね、とんでもない野郎としてねこの野郎っていうのが出てきますので、そちらも注目していただき、あ結構長くなっちゃいましたね。はい、じゃあこんぐらいにしておこう。はい、すいません、失礼いたしました。さあどんどんいかないとダメだこれな。さあ続いていこう。僕来ました、これメールでいただいたらです。あ、来ちゃった。リクエストする映画は愛と誠です。最初見ているうちは大丈夫かこれと不安になりましたが、進むに従い主演2人と共演者の熱演に引き込まれて最後は感動しました。今年見た三池隆監督作では、悪の経典と比べるとぶっちぎりで本作ですと、ということで、これに関してはですね、ラジオネーム御用牙さんという方から、本当に毎週のようにですね、とにかく愛と誠をシネマハスラーでやってくれというですね、愛と誠に執着しまくったメールをね、この方ちなみにこの御用牙さんは最初見た時はピンとこなかったんだけど、いろんなこう人のこう評論とかそういうのを見て、まあ、見直すうちに本当に大好きな映画になったというね、ことなんらしいんですけどね。愛と誠ね、僕最近になってようやくブルーレイで見たんですけど、そういう意味では僕まだハマり方がじゃあ分かってないのかもね。だからシネマハスラーでもよくそういうことあって、1回目見た時ピンとこん来てないけど、いろいろ考えをまとめてもう1回見たらようやく楽しみ方が分かったというのがあるので、僕はその意味では愛と誠はまだひょっとしたら分かってないのかもしれません。その分かってないレベルの感想として言っていいですか。長くね、まずそのさ愛と誠をコメディ調でやりますというね、そのギミックそのものが悪いとは言わないけど、で美術とか照明とかそういうなんかルック面とかもすげえもう凝ってるし頑張ってるし、そういう意味ではすごく楽しめるんですけど、なんかそのギミック面が面白いのはやっぱ最初の方だけで、やっぱ話の進み方が、まあ、ただにしてから遅いのに加えて、ミュージカルって要するにその歌に入るとそこで要するに話がもう進行が止まっちゃうわけですよね。でその歌のチョイスも俺これ合ってんのかなみたいな、これってここの花で歌う歌として合ってるか、ミスマッチも含めてですよ。なんかというところもあったりして、なんかとにかく歌歌い出すたびに話は止まっちゃうしっていうのを繰り返して、この尺なのかなと。話の多分尺にふさわしいのは90分ぐらいなんじゃないですか。やっぱこれ90分台というか、だったら俺もうちょっと面白かったねで済んでたのが、とにかく途中からもうなんか長いみたいになってきちゃったかな。あと、コメディ的な作りが悪いとは言わないけど、この映画に限らないんですけど、映画見ててなんか今のテレビっぽい笑いだなって思う瞬間って皆さん、ね、たまにあると思うんですけど、それって結局登場人物が何か変な奇怪な行動をしますと。でそこにツッコミを入れた時にすごくテレビっぽくなるんだなと。いやなんとかだしとかさ、なんとかかよみたいのが入ると、あすごいテレビ今悪い意味で今っぽいテレビっぽい笑いにしようとしてるみたいな感じがして、僕は冷めるんですよね。なんかすっとぼけたこととか何かとすっとんきょうなことをやるにしても、映画だったらそっちに振り切ったまんま行ってほしいっていうか、なんかそのなんか安易なそういうツッコミでなんか着地させないでほしいって感じですかね。はい、すいません。はいはいはい、僕分かってないかもね、まだね。はい、はいはいはい、ラジオネームいつも黒 T さん、語ってほしい映画アーティスト。公開前はかなり期待と話題が高かった映画ですが、公開後感想を全く聞かず、僕の周りの知人もまあまあとしか言わず、ものすごく消化不良です。なぜかというと単純にすごく面白かったからです。アカデミー賞作品っぽいストレートさもリンチのようなカルト的な匂いもすること、この映画ぜひ語っていただきたいです。はい、じゃあアーティスト。はい、結構見たの前なんでね、うまいとはうまいんでしょうけどね、よくできてるなって見終わった後思うのは間違いないんだけど、俺すごい気になったのはですね、だからおおむねは良かったですよ。全然楽しみましたよ。良かった良かった。ああ良かった良かった。なんだけど、すごく気になったのはクライマックスがですね、で延々流れるのがですね、まあ僕の大好きなヒッチコックのめまいのバーナード・ハーマンの曲のめまいのクライマックスで流れる曲が結構ダダ流しなんですね。で、まずこの場面がこんなに盛り上がった感がするのは、これ単にバーナード・ハーマン力じゃねえのみたいな。しかもその元のめまいと文脈的にもちょっと俺はほぼ関係ないとしか思えないような使い方で、例えばその、シングルマンでめまいの音楽一部使ってますは、シングルマンのテーマともめまいとのテーマがちょっと重なるから、ああなるほどって思うんだけど、言ってみればちょっと文脈と関係ない使い方、まあタランティーノ的っていうのかな、だからある意味やっぱサンプリング映画なんだなっていう風に割り切った瞬間ですね。実はすごくクラシックな作り方してる風だけど、むしろタランティーノに近いんだっていう風に思ったところではありました。で、やっぱそのちょっとめまいの音楽力だから、そのサイレントって割には意外とそこじゃんとか、思ったりしたかな。ただ着地というかお話が思ったよりドライな話で、そこは僕的には好感持ち、もっとお涙ちょうだいなしかなと思った。あ、そんなところに着地すんだみたいな。あ、それはその映画全体のそのサイレントの時代が終わりからのみたいな、としてはうまくできてるのかなというふうに思ったって感じですかね。まあこのぐらいでしょ今アーティストに対するテンションってさ。はい、はい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 、じゃあ一旦ここでね、CM 来た。でもこの後 CM だともうちょっとペースアップしようね。ライムスター歌丸のウィークエンドシャッフル。調子はどう？俺が自分のインスキル You're checking out TBS ラジオライムスター歌丸のウィークエンドシャッフル。はい、時刻は11時30もうすぐ1分に向かっているところです。 TBS ラジオライムスター歌丸のウィークエンドシャッフル。今夜の特集は今年の映画今年のうちに2012年シネマ大掃除スペシャルということで、シネマハスラーでサイコロが当たらなかった映画について皆様からね、いただいたメール、こう箱から引いてやってるわけですけどね、ぼんやりしてるだろう、ね、どうだいってぼんやりしてるだろうっていうね。これでもね、やっぱね、僕シネマハスラーで扱う作品も最初1回目見たばっかの時はやっぱ結構薄ぼんやりしたから、それこそはっきり自分の考えが固まるのはノートに書いてる時だったりするんですよね。はい、なのでいかにシネマハスラーが精度を上げてから望んでるかというのを逆説的に分かっていただければという効果もある。ちなみにあとルール説明1個付け足しておくと、この箱の中にいただいてる皆さんのねメールね、同じ作品複数入っておりますので、もし同じのが当たったらこれダブリねっていうことで、省かせていただきます。はい、じゃあ続いていってみましょうか。ボンボンねいきましょうね。はい、じゃあこれとかどうかなあ、これ、スタッフ枠が来ましたね。はい、構成作家古川さんより、堤幸彦監督もの、エイトレンジャーとマイハウス今年ね2本ありましたけどをやれというね。これありがたいですよ。なぜならこれを要するに年末のその大掃除でやるかもしれませんから、歌丸さんエイトレンジャー言っといてくださいねっていうハシピーからのすごい高圧的な命令を受けて霧島のその足でエイトレンジャー行ったっていうのがありますんで、行かせていただきます。はい、ということでまずねマイハウス最近 DVD 出たんで、その劇場公開の時見逃してて DVD 出たんでまあ買ってマイハウス見たんです。堤さんがこれが本当に私の撮りたかった作品だと、いうふうに撮った、まあ、白黒作品で、坂口恭平さんの、原作というかね、まあ、ホームレス生活をテーマにしたというあれで。で、まあ、拝見してですね、今まで割とね、僕はその、堤作品に関しては割とまあ、辛口できましたけど、まあ、確かに、これ何にも知らずに、マイハウス堤作品だと知らずに見たら、まあ、なんて言うんですかね、新人の作品とかね、って見たら、まあ、そんなにボロカス言ったりはしない程度にはまあまあやりたいことっていうのはまあわかりますし、みたいな。はい。そのぐらいではあったと思います。特に前半というか序盤かな、序盤のその、まあ実際坂口さんのところに近いとこというか、その、まあ要するにそのビニールハウスというか、段ボールハウスを、結構精巧に組み立てていく、その様をまあドキュメンタリックにというかね、抑えていくあたりとかは、まあ、言ってみればその坂口さんの本を読むような範囲で、まあ興味深く見るとか、まあそのホームレスの生活がこうやって生計を立ててますよみたいなのは、まあそういう範囲では興味深く、まあ見たんですけど、ただその仮に堤さんの監督と知らずに見てても、それにしてもね、その、ちょっと、やっぱ図式的じゃないかなって思うとこは多々ありました。例えばそのホームレスの生活と対比して、まあちょっとその病的に潔癖な主婦の役を木村多江さんがやってて、でまあそのうちの子供たちがまたちょっとこう受験を控えて、ちょっとこう、なんていうんですかね、頭はいいけど、病んでいるみたいな。うん。お金はあるけど、病んでいる。お金はあるけど、幸せじゃないみたいな。まずそのさ、坂口さんの本を読んで、ホームレス生活のね、そのフレッシュなこう視点でこう見るのって、まず、そういうさ、そういう対比がまず古いっていうかさ、僕はその坂口さんの本の新しさみたいのからすると、まずここを対比させてっていうのがもうちょっとなんか違うんじゃねえかなっていうふうにすごく思って、だし、で、やっぱその特にその男の子がですね、まあ病んでいくというか、後半病んである行動に行くなんとかとかも、なんていうの？勉強ができてお金持ちで、なんとかな子はこういう闇を抱えているみたいなのが、なんていうのか、ちょっとやっぱ悪い意味で古い図式っていうか、なんかこういうもんでしょ感っていうか、なんかね、嫌だなと思いましたね。うん、なんか、で、結局その、ホームレスがいて、で、その子供ね、若者とかに襲われたりもするって、それって別にさ、僕らのホームレス感と何にも変わらないじゃないですか。その坂口さんの本を読んだ後の、あ、その、ホームレスという生き方というのも、その、新しい都市の見方のあり方かもしれないみたいな、視界が開けていく感じとか、だからね、まずね、その、タッチが間違えてんじゃないかなって、ああいうなんか、重苦しいですね。なんかその、ホームレスの生活もやっぱり都会の闇の一部に見えちゃうような作りになっちゃってるんですよね。なんかあんまり羨ましくないっていうか、やっぱ嫌じゃんっていうさ、こんな襲われたりするし、みたいなさ。だから、なんかそもそも全体のその語り口自体のチョイスを間違ってない。だからなんとなくアートっぽい作りみたいなとこで、なんか、やりたかったもの感なのかもしれないけど、にしてはこれかよっていうね。感じがします。ね、言っちゃえばね、あと、ところどころの芝居のちょっと大仰さとかも含めて、尖ってないそのシオンで、尖ってないそのシオン、あとやっぱそのエッジーなとこがない三池隆ってとこが堤さんあるなというふうに、ダメじゃんっていう。だからマイハウスは、だからその、なんか、願いどころおかしいんじゃないって感じで、はい、っていう感じでした。はい。で、エイトレンジャーはひどかったです。はい。なんていうのかな、やる気がないゼブラーマンみたいな感じで、本当にひどかった。これも堤さんがやりたくてこういうものを作ってこうなってるんだとしたら、本当にひどいと思った。もう誰のやる気も感じられない。本当にやる気がないゼブラーマン。もうこれだけで説明できてると思います。はい。はい。堤さん、今、日本映画全体若手とかもぐいぐい出てきて、レベル上がってるし、若手の追い上げとか激しいんで、ほんとマジで、マイハウスレベルでやりたかったこととか言ってたらやばいと思います。はい。という感じで、はい、どうでしょうかね。じゃあちょっと次々いっていきますかね。いつもより乱暴だな。はい、いきますよ。あ、これなんだ、これすごい分厚いぞ。はい、ラジオネーム、ズキンさん。複数個いただいてるんですけど、ファミリーツリー。ね。今年のアメリカ映画ベストワンです。アバウト・シュミットが好きなので今回もグッと来てしまいました。ペインがお好きな師匠にぜひこの作品を語っていただきたいです。はい。アレクサンダー・ペインのね、もうほんと久しぶりの新作、ファミリーツリー。これは、そりゃ、だからそのさっきのイチャンドンと同じで、そりゃいいに決まってんだろっていうね。予想通り予想を超えてよかったっていうかね。アレクサンダー・ペインに関して言えばですね、エレクションとかも素晴らしいね、ニュースオーセリアルに気をつけたとかも良かったですけど、この方ちなみにアバウト・シュミットが好きって、僕ね、アバウト・シュミットはちょっと、その、アレクサンダー・ペインの、再起走った若手監督の意地悪な視点みたいのが、ちょっと意地悪さの方が立ちすぎちゃってて、あんまり僕ね、ちょっとその時は、ちょっとこれどうかなと、つまり、若手のものすごく才能ある監督が、年取ってもう人生のもうなんかやることなくなっちゃったような人のことをこういう目線で描くのってちょっと傲慢なんじゃないかなってちょっと思っちゃったとこがあるんですけど、でもまあその次、サイド部でああもう参ったちょっとまあさすが要するに着々と成長してるわけですよね。でその意味ではもうファミリーツリーはもうなんていうんですかね、アレクサンダー・ペイン大人やねっていう、もう登場人物全員に最初ねこの野郎って思ったやつもちゃんとやっぱり事情があってさ、俺ね今年のいい映画の特徴にこれ日本映画も含めてですけど、あいつにも事情があるって最終的には思わせてくれる作品がやっぱ結構多い気がしますね。ポップライフ的な、ポップライフの俺のバース的な言うなそれ、ね、自分で言うなそれ。でもなんか今年ちょっと両方共通してそういう風に思わせてくれる作品がちょっと多かったかなという気がしますけど、でまさにその、ファミリーツリーがそうだったかなと、はい、思います。あと、これね、パンフレットの、あれ、大場正明さんかなの、解説文でさ、最後のクレジットのところで、毛布がかけてる、家族がかけてる毛布、あれ、奥さんの病室にずっとかかってたハワイアンキルトで、それが示しているものみたいな、プログラムの解説読んで、僕ちょっと最初に初見ではそこのところ全然気づいてなかったんで、おーっていう、なるほど、解説やーみたいな、そしてより映画にいい映画だったように感じるっていうね、はい。でその後もう一回ブルーレイ出てみて、もうブルーレイでもう一回見ると結構もう序盤からいろんなことがあーっていうね、特にあれですね、相手方の奥さんが病室に来てからのね、私だってあなたを許しますっていうね。そしてジョージ・クルーニーがかっこ悪い男を演じてるんだけど、この最後のクライマックスと言っていいでしょう、ジョージ・クルーニーのこの横顔、頬を伝うこの一本のこの涙、この絵のためにジョージ・クルーニーはあるみたいな参りましたね、やっぱね。大傑作、もうやっぱベスト級だと思いますね、この方ね。裏切りのサーカスとかね、はい、これあげたいね。裏切りのサーカスこれ入ってんのかな。入ってる。じゃあ言わない方がいいか。よし、はいはい、じゃあどんどん行こう。この企画さ、俺得すること部分ってあるかこれこの企画なんかラジオネームスキッパーさん、歌丸さんに掃除をしていただきたいのは、来ました、ダークナイトライジングです来た。ノーラン会議主義者としてはついに馬脚を表したと思ったのですが、いかがでしょうかいつも通り無駄にダラダラ長いはアクション下手だで苦痛でした。入ってみようダークナイトライジング。これある意味ね、ダークナイトライジングやるためにねこの企画やったようなもんですからね。まあノーランっていうのはこうこうこうみたいなのはさ、インセプションの時とかにもちょいちょい言ってるんで、まあ、ちょっとそのノーランの件についていつもとちょっと違う面から言いたいんですけど、今回の見て改めて思ったのは、最初のバットマンビギンズが、要はバットマンという高等無形なアメコミキャラクターをリアル化方向でリブートしたみたいなさ、割とまあそういう印象だったじゃないですか。でそれがうまくいったのがダークナイトだ。まあ実際僕シネマスターなんかでダークナイトでそういう説明の仕方したと思うけど、今回の、まあ、インセプションとかこう順繰り見てって今回のですごい確信したんだけど、ノーランは厳密に言うとリアル化では全くないよね。例えばクライマックスで、まあベインというね、今回の、まあメインの悪役がいて、でそのベイン率いる、まあ一味が、まあもうガーッとシカゴの街、まあ、シカゴっていうか一応オッサムシティだけどさ、まあ、シカゴだろあれはでを、まあ支配してると。でそれに対して地下組織でずっと警察とかが動いてて、でついにその両者が、全面対決するという場面の時に、その立ち上がった市民側が、これ本当にリアル化でやるんだったらさ、ゲリラ戦やるでしょ普通は。いろんなところに隠れて神出鬼没で、地下組織なんだから、いろんなところから出てきて、要するに挟み撃ちにするとかさ、奇襲するとかさ、もう寄せばいいのにさ、真正面から大人数同士で向き合ってお互い銃とか向け合ってやるじゃない。つまりノーランがやりたいことって、いつもやってることってのはリアル化じゃなくて、むしろそういう抽象化というか記号化というか、この勢力とこの勢力が向き合ってますよという絵面、それがぶつかりますよという、記号化された抽象化された出来事というか、ストーリーの語り口の方がやりたいので、その時に絵的に、例えば彼の特徴である、まあ言ってみれば直線的ルックというのかな、非常に直線を多く使ったパキッとしたルックみたいなのを使うから、であとまあどうせあれでしょう、バットマンとかさ、アメコミを思い入れないから、まあ大人っぽい、大人っぽい抽象化としてのバットマン、ノーラン的バットマン化がリアル化にちょっと一瞬見えちゃってるだけで、別にリアル化でも何でもないっていうことなのね。だからその彼がやりたかったのはもうそもそもそういうことだと。で、そこに乗れるかって、そこに例えばその抽象化されたとこに、そのなんか象徴的な意味を読み取るね。まあ深読み大好き的な読み方をする人はノーラン大好きになるだろうし、こう、もう向かい合って、わーってそのやろうとしてる時点で、アホかってこう思っちゃうと、とてもじゃないけどやっぱ乗れなくなってくる。あるいはその例えばさ、今回そのダークナイトライジングで、ブルース・ウェインがさ、まあ牢屋っていうかさ、牢獄みたいのに落とされますよね。地獄の牢獄、そのすごくいるのが辛い場所に全く見えないじゃないですか。奈落、要するにさ、本当に抽象化された壺みたいな空間があって、そこに囚人がいてという。だからそれも記号化なわけですよ。全然本当に辛そうには全く見えないしさ。うん。ね、例えばおけつ掘られちゃうとかそういうのも全然なさそうなさ。なんだかよくわかんない。なんだかわかんないじゃん。あそこなんだよあれなんだよっていう感じじゃないですか。みたい。あと脱出とかもさ。まあ、要はそのもう抽象化された脱出劇だから、何みたいな、その飛ぶ瞬間カット割るのかいみたいなみたいのもいいんですよ。それはもうだからそれはノーランが、まあ、そっちやりたいのはそっちなんだってさ。で、あとノーランの語り口、今回特にやっぱ明白になったのは、なんていうの、なんかめんどくせえなみたいになると、そこジャンプカットで飛ばすんだよねものすごい雑なジャンプカットがもう重なってっていう、まあ、そこはもうさ、いいじゃんみたいな。なんで病室入ったかとかはいいじゃんこの件はさ、みたいな。とかっていうのはありますかね。だからまあ、ノーランのそういう意味では、まあ、良くも悪くもというか本質みたいなのが見えたかなというふうに思います。あとね、これね、新しいなと思ったのは、まあ、2作目のそのダークナイトのハードルが、もう要は絶対に超えようがないぐらい高くなっちゃったわけね。結局、事後的にも含めて、要は、ジョーカーがさ、あいつが、ブロックバックが死んじゃったじゃないですか、ヒースレジャーがさ、ヒースレジャーが死んじゃったことも含めて、まあ、ダークナイトはどうやったって超えらんないじゃん。もう、どんだけ本気で出来がいいものを作ったとしても。そこで、なるほどね、ノーラン、まあ、もっと言えばノーラン兄弟ね、脚本作りやっただけ、いやー、これは思いつかなかったなと。評価がすごい低い、1作目込みで、3部作全体の平均値を整えるという方向に出た新しいタイプの3作目の逃げ方っていうか、それによってダークナイトとの比較じゃなくて、要するに1作目とね、その関連性とか1作目との相似形をあえて作るようにしている作りですよね。なので、ダークナイトのことはあんまり思い出さないで、評価が低かった1作目があたかも計算づくであるかのような気がして、なんとなくトータルではなんか鳴らされた、なんとなくダークナイトよりはあれだけど全体としては高い感じの平均値になった気がする3部作の作りみたいなこれ頭いいなと思って、ああ、これ思いつかなかったわ。ただ1作目なぞるのはいいけど、これちょっとネタバレになっちゃうのかな、そういうがっかりまでトレースしなくていいからこいつはそのレベルだったのかみたいな、そういうがっかりまでトレースしないでいいからみたいなのは僕は思いましたけどね。あと、まあ、低レベルツッコミしていい？ブルース、ね、バットマンが出なくなって3年経ちました。その伝統法っていうのがさ、具体的に何なのか全く、あれはもうちょっと本当に悪法なのかどうかっていうのをもっと具体的に描くべきだろうけど、なんだかわかんないじゃないですか。単に厳しい拘束みたいなさ、あれが要するにその無実の人まで捕まえちゃってるような悪法なのかどうかっていうならまだ話わかるけど、まあ、それはいいよ。いいとして。バットマンが出なくなりました。ブルース・ウェインも同じ年月完全にその隠遁生活に入ってる。お前バレバレだろとで、3部作通じて、あれ待てよと、バットマンの正体ブルース・ウェインってみんなどこまで知ってる体だっけってわかんないから、クライマックスすごく僕はあそこはグッときましたよ。ゴードンがね、はっ、気づく、バットマンの正体にはっって気づく場面、僕はもう感動してちょっとうっと涙きましたけど、涙くると同時に、あれ、こいつそれ知らなかったんだっけノイズっていう感じにはなりましたよね。はい。あとなんか結局さ、あ、そうかと、キャットウーマンの耳はそうやって処理するんだとか、あ、ロビンはそうやって処理するんだ、結局答え合わせ的なとこでこうね、膝を打つ出せるみたいな、結構あんまりレベルとして高いとは思えないみたいな部分もあれでしたけど、まあでもノーラン、その新しいタイプの3部作の平均値の鳴らし方みたいなね、その辺はフレッシュでしたし、まあノーランの本質みたいなのはやっぱ見えやすい作品だったんじゃないでしょうかね。さすがに熱狂も冷めてきて、ちょっと冷静な判断になってきたんじゃないでしょうか。はい。あ、巻いていく。はいはいはい。そうだよね。スパイダーマンとかもありますもんね。ラジオネーム、笑顔の裏には何かあるさん。歌丸さんに語ってほしい2012年公開の映画は、ジョン・カーターです。ね。はい。この方実際に見たら評判すごく悪かったんだけど、実際見たら超面白いじゃんと。はい。で、まあ、ウォーリーの監督、アンドリュー・スタントンがやってるので、それなりに期待したのですが、期待以上でしたと。自分は絶賛モードですが。はい。これ要するにね、ちょっと見え方として得しなかったとこあるけど、言ってみれば、スター・ウォーズブームの時に、じゃあ本家でっていうことで、フラッシュゴ、さっきも言いましたけど、フラッシュゴードン、ね、出てきたじゃないですか。で、あまりにもフラッシュゴードンのデザインとかが旧態依然とした、昔の50年代の SF のさ、そういう感じの、絵だったので、なんかすごいみんなチープに見えて、なんじゃこりゃってことになっちゃったけど、よく考えたら、てかフラッシュゴードンは普通に面白いわけですよ。要するにスペースオペラってこういうもんだと。スター・ウォーズの、要するに言ってみれば、デザインが、いろいろ先進的だった。要するに、スター・ウォーズが一歩間違うとこのぐらい、みたいな感じなんだけど、ジョン・カーターも、だから俺は、21世紀のフラッシュ・ゴードンのバランスだと思って見たらすげえ面白かったですよ。だから期待値がね、アバター的なとかさ、アバターがそんな立派だとも思わないけど、だからジョン・カーター、なんか見え方として損した。あと、あいつ、バトルシップのあいつキッチュがさ、キッチュがちょっとほら、名前もキッチュだしさ、ねえ、という感じ。はいはいはい。俺はでも全然好き、はい、ラジオネーム、丸花さん。あ、黄金を抱いて飛べですと。はい。ちょっと中身はちょっとね、評価、ちょっと省略させてみましょう。ケーパーものとして、はい。ケーパーものとして、要するに丹念に、描写を積んでというあたり、要はさ、この間アルゴ表でも言いましたけど、そういうところも70年代映画っぽいっていうか、丹念に積んでクライマックス30分で全部出すみたいな、このちょっとこう、一見そこまでは地味なんだけどみたいな、この構成とかも70年代っぽい、要はね、井筒さんらしい、感じがしてすごくまあ良かったしとかさ、あとやっぱ僕が日本映画見るたびに文句言ってる、時限爆弾作るときに問題は時限装置じゃなくて火薬だろうがの件、こうもうきっちり、ここまで日本映画できっちり火薬の件に、ね、やってくれたのはね、まあ、太陽を盗んだ男ってのもありますけど、火薬を盗むところっていうのを過程っていうのをちゃんとやってくれたのも、井筒節ですし、なので僕はで、多少じゃないんだよ。途中人物が入り組みすぎて、わあ、俺もわけわかんなくなったところいっぱいあるよ。でもなんかなんていうのかな、余計なディテールみたいのが井筒映画の、例えばヒーローショーの、関係ないと思われたディテールが全体の、世界観というかな、雰囲気感につながってるっていうのも井筒映画の特にダーク系ではある魅力だと思うので、僕はやっぱ井筒映画おそらくトータルではファンだからなんだろうけど、わけわかんなくなるところも全然僕は好きでした。鶴見慎吾さんのね、なんていうんですかね、工作員の間でね、ダブルスパイの、で、あいつの、ごまかし方、新しいごまかし方ね、ああ、騒いでるから、ちょっと、土台つけてやったってね、去っていくみたいなね、ああいうのとかもね、あれ原作にもないよ、そうですからね、いいなと思ったんですが、皆さん、これ監督に本人も実はね、公開前だったんで番組上では言いませんでしたけど、本人には直接言いました。あれは何ですかっていう、エンディングの、安室ちゃんの曲なんだよ。合ってねえし、安室ちゃんの曲としてもあんまり出来いい方じゃねえし、井筒さんの映画って結構音楽の使い方って結構いいんですよ。特に前回のヒーローショーのエンディングの、SOS の使い方、見事さの後では、なんだよこれって、映画最初見た時、こりゃねえだろ監督って思いながら、大人の事情大人の事情わかるこれを飲んだから、ギリ成立した企画大人の事情理解力みたいなことも強く思った次第でございます。そして、井筒さんは大人の事情みたいなところに関しても、やっぱ、憤懣やる方ないかって、それちょっと言ってくださいって言ってました。あれを、誰だか知りませんけど、ねじ込んだ方、全く逆効果です。あれやっても誰の得も、安室ちゃんも得しないし、ああいうのほんとやめた方がいいですから、でもトータルでは僕はもう、大体飛べば、かけねなしで僕はすっごい好きです。はい。はい。どんどん行きましょうね。この企画ほんとどうなんだろうな、これな。はい、ラジオネームシネマビギナーさん。次の新宅。はい、周防監督ね、前作について社会派メッセージを投げかけている良作だったと思います。個人的には、実作は周防監督のエンターテインメント路線の先が見たいなと思います。はい、次の新宅。はい、ついこの間、終わりそうだったんで行ってきましたよ。結局ね、後半がいわゆるそれでも僕はやってないでも扱われた日本の司法問題みたいなのに、構成が要するにもっとあれキャッチーにすることいくらでもできたと思うんですよね。検察の追及と、まあなんていうのかな、プラトニックなね、女医さんと患者の本当に淡いプラトニックなストーリーっていうのをもっと並行して語らせて、後半に語るラブなカタルシスがもうちょっと来るような感じにすることもできたろうに、やっぱあえて特に終わり際ですよね。それまであったカタルシスを全部ぶった切るような終わり方をあえてするわけですよ。要するにやっぱその問題の方を強く感じさせるようなというか、ちゃんと重いお土産を持って帰れよっていう、作りになってて、僕はそれは意図的なものだと思いましたし、特にですね、この間の危険なメソッド表でやった、ワーグナーの曲の使い方のね、演出の話しましたけど、それに結構近いような。でもこれ危険なメソッドよりは親切です。劇中で、この音楽はこういう意味で、こういうような、要するにその作品とつながるような、テーマを登場人物が中盤でちゃんと説明してくれた上で、ラスト、まさかっていう、もう、神も仏もないのかっていうオチがついた後に、その音楽が流れると、つまりどういうことかってですよね。当人たちにとっては、悲劇でも、ね、というものすごく残酷かつアイロニカルな音楽の使い方をしてるんですよ。だからやっぱちょっとキャッチーな作りじゃないんですよね。だから決して、なんていうかな、みんなが大喜びで大ヒットになってないのもわかる気がするんだけど、それ意図的な作りのうちだと思いますんで、次の新宅、僕はさすがドスンときましたね。特に終盤の感じとか良かったですね。はいはいはい、どんどん行きましょうかね。はい。大丈夫かな、時間ね。もうバンバン行きますよ。ラジオネーム、ドサンコさん。メランコリアご覧になりましたか？はい。ということでね、ラース・フォントリア、問題作、メランコリア、ブルーレイ、所持しております。見てません。はい。まだ見てます。はい。ということでね、はいはい。どんどん行きましょう。あと2本。あと2本。もっとどんどん行こうよ。どんどん行こうよ。スパイダーマンやってないな。はい。ね、ラジオネーム、ノッチシュンさん。裏切りのサーカス表が聞きたいです。じゃあもうこれもう一言でいいですか？もう、これ紹介の時も言いましたけどね、ほんとね、熟成された濃厚なスコッチのようなね、本当に大人な。そして原作にはないね、これみんなが言うことですけど、パーティーシーンに、終わってしまった黄金時代とその終わりの始まりみたいなものを全て集約させた、あれ。そして美術と、あと役者のもう全員、もう色気ですよね。俺、あそこに出てくるおじさんたち全員と寝ていいなと思いましたね。本当にそんぐらい、素晴らしい。もう実は昨日見直してたんですけど、酔いました。酔いました。男たちに酔いました。はいね、というね。いや、もう大傑、エリーのね、200歳の人ね、監督、尊敬、そういうのあんなっていうね。はい、アタグさん、希望の国、これダブったわけやるね。この人は多分絶賛組ですもんね。はい。あるかな、はい。愛と誠だ、愛と誠。はい、これダメだね。はい。僕、あれがやりたかったんだけどな、メインブラック3が面白かった件っていうのやりたいんだけどな。ラジオネーム、HB 鉛筆さん。今回私が歌丸さんに大掃除してもらいたいが、アタック・ザ・ブロックです。はい。はい、それこそイギリスのプロジェクトが舞台になってね。で、そこに、エイリアンが落ちてきて、そこにいるどうしようもない悪ガキたちがというね、話だけ聞くとすごい安い、感じかなと思いますけど、閉鎖空間、ホラーアクションとしてむちゃくちゃよくできてるし、そして主人公のモーゼスの成長ぶりみたいなものがちょっとグッときますよね。実は軽い映画だと思いきや、もう構成も非常によくできてるし、演出もよくできてるし、さすがタランティーノが、昨年度のベストに、ベスト10の中に入れただけのことはあるんじゃないでしょうか。プロジェクトものとしてもね、新たな傑作加わったなと思います。はいはいはい、どんどん行きましょう。もう、ダメもう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 ダメうん、バンバン行きましょうよ。はいはい。ラジオネーム、山田さん。もう希望の国がみんな、さっきやったろ、お前、それ。さっきやったろ、お前、お前。ラジオネーム、サージェントエンジェルさん。裏切りのサックス、やったろ、お前。言ったろ、それ。男弱ったわ、男たちに酔ったわ、これ。ラジオネーム、坂無慶太さん。ハスリング残してる映画は、流浪に変身です。見てません。はい、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 ということですね。はい。なんだよ、ちょっと全然あれだな。はい。次のシーンとか、やったよ、はい、はい、はい。もう、はい、はい。ねえ、ちょっと、もう時間ないからさ、もう、俺、ちょっとメインブラック3、あれ、すげえ面白、実は面白いですよってみんな言ってたじゃん。見たんだよ。実は面白いね。てか予想してたよりずっと面白かったですよ。ただタイムスリップの理屈に関して俺1個だけ理解できてないとこがあって、それを説明みんなしてくれっていうことを言いたかったんだけど、そんなことやってる暇はないっていうことですよね。はいはい、それで、はい、どんどんいきますかね。はい、希望の国だ、多いな、みんな同じのが多いな。はいはいはい、もう時間の限りいっちゃう。もういい、もう時間、いやダメダメ。はい、僕が感想を聞きたいのはシェイムです。あ、シェイム、はい、ファスベンダーウホのね、結構見たの前なんだよな。で考えをちゃんとまとめずにいたらね、結構良かったっていうあのね結構良かったという感想を自分が持ったっていう記憶だけが残って。そういうことない、みんなそういうこと。これでラスト、これアタック・ザ・ブロックだ。もう一個ぐらい、もう一回かな、ダークナイト・ライジングだ。あ、幸せの奇跡、幸せの奇跡。はい、ラジオネームゴリさん。はい、これちょうど私ブルーレイで昨日見てきましたよ。キャメロン・クロウってさ、話運びっていうかさ、話そのものはまあ基本的に甘いのは相変わらずなんだけど、やっぱさ、その音楽使いのうまさとかさ、なんか場面のなんていうんですかね、全体のリズム感なのかな、そういうので持ってかれますよね。いい映画だったと思いますよ。うん、いい映画だったな、奇跡ね、よかった。あれ、もう終わり？もうだってどうせ告知なんかできないんだから最後まで行った方がいいんじゃないの。はい、ラジオネームテラエさん。ジョニー・デップ主演ダークシャドウ。まあぼちぼちまあね、あ、プロメテウス。はい、ラジオネームソース太郎さん。プロメテウス、賛否分かれるみたいだけど、俺はすっげえ面白かった。続悪で、本当に続悪、話とかおかしなとこいっぱいありましたけど、続悪 SF 見せ物ショーとして最高じゃないですか。俺、結構スキル部類では入りますよね。だから「アメージング・スパイダーマン」なんかも評価、スパイダーマン出てこなかったね。スパイダーマンあれ、独り言が多いのがスパイダーマンっぽくてよかったよ。スパイダーマンは独り言多いんだよ。でなんかその相手を罠にかけるので待ってる時にiPhone でゲームやってるのね。あの軽薄感とかはすごいスパイダーマンっぽくてよかったけど、全体としてはやっぱり事前に思ってた通り、この話割と最近見たかなっていう。